は、地元横浜での開催ということで、大変気合い入っておりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。祭典を追う闇迫る矛先2022神楽はっ、誰がここに咲き誇れ、真紅に輝く太陽に照らされ、何もかもが眩しく見えた、あまりの眩しさに手をかざし、指の隙間からこぼれる光に目を細め、胸を躍らせる、この日常体感すら覚える、彼方の声、あまりの話せ自然と口角が上がる、終わってしまうことに恐怖すら覚える、その場にいるだけで心が踊る、物語の主人公のように輝ける自分が何よりも好きだった。吉野桜はここに注いで夢見つめ、白い桜は見つめ、それは何時の笑い顔、我らの心が今一つとなり、今宵探すは大ピンチだ、我の命は大きな進歩、我らのここに咲き誇れ、この時はそう錯覚していた、突然に姿を消す、今に覚えたこの日常は気づけば過ぎ去った過去に、愉快な音にあふれていた参道はいつの間にか廃れていた、悲劇のヒロインのようなその落ちぶれにできることは涙を拭うことだけ、凍える冬の夜風に身を見出しても真夏の太陽のように心を燃やせ、緑じゃないからみんながいるから、恐れるものは何一つない、涙を流しても進み続けろ、みんなが一つになった時真の強さがここに宿る、共に笑って共に泣いた、共に迷って共に
撤収。ありがとうございました。関東学院大学よさこいソーランサークル矛先の皆さんでした。